渋川はどうやらこの一曲で勝負を決めようとしています。やれるもんならやってみろ、まくって、負ける、まくれるもんならまくってみろ。いやー、いかないですね。どこまで行くのか。まあいいペコつくか、からぎり打てるまでっていう感じですか。どうなんでしょうね。なかなか難しい、選択を迫られています松ヶ瀬。あー、リーチする気ないから、はい、換算マンにしたってことかな。赤馬引いたら上がるよりも吹天リーチの方がいいでしょうみたいなね。おー、そこで選ぶんではなくってことですね。そうですね、ということなんですかね。わあ、まだ広げる。まあテンパイ取らなくちゃならないですからね。確かに3万がめちゃめちゃよく見えてるわけではないのは確かですよね。はい。ああ、これ多い形式テンパイですね、はい。まあ、この1曲で終わりだと、はい、となると瀬戸熊もここはこれでも大井が逆転するための地位っていう風に見えるんですかね。まあ、3900か、見えると思いますけどね、はい、ただ経典だと松ヶ瀬さんが辞めてくれないと一人転廃にならないですもんね。そうですね、松ヶ瀬は現状転廃しています。これ渋川としては間違って大きな手打つと 松ヶ瀬の下入りますからね。そうね、ここは慎重に選びたいですよ。ただ自分で赤持ってますね。ただ大井さんもローンって言えば3900以上あるって計算はできるはずなので、はい、これ単野は赤赤とかだと渋川はトップのまま終われますね。で自分で赤持ってますから1枚、はい、赤さんがないんですよね。うん、タンヤオじゃない可能性とかはないんですか。なんとかドラさんですよね。うん、あ、対して瀬戸熊数万チーせず、はい、っていうことはもう一回3万だ。二刺しの3色とか消えるまではやっぱり全部いくってわけにいかないんじゃないですかね。うーん、あー、これででも3万逃げれになっちゃった。ただこの形になればリーチ相撲でトップ、リーチ行くんだ。ここでローマンの先切りがどう影響するか。3万を山に1枚だけ。ただ瀬戸熊これで2人転廃確定と。もし渋川が転廃であれば有局はもう1回局できる。これ降りれますね。降りれますね、はい。まあ、降りれというか降りても3着はキープできる。降りて3着はキープできます。逆に言うと大井さんも経典で勝負する価値が大幅に減りましたね。ガクンと、まあ、渋川が脳天であればこれ俺ラスになっちゃったかもなという感じで、あとは瀬戸熊に松ヶ瀬に打ち込んでもらうしかないと。一応大井さん二刺しの3色で役割にはなりましたけど足りないもんね。単野を3色では足りないです。単野でもないですからね、はい。3900点出上がりだと、でもリーチもであるか、2300出てる、3、あ、足ります、あ、ま、ごめんなさい、タイヤはないからダメなんですよね、うん、3色のいい判じゃ足りないです。あ、大井さんの手の内を読んでるってことですか。足深ですね、うん、協力体制ってことですよね。でも E 満って何ってことですよね。あ、もうちょっとわからんと、まあ、ギリギリまでなんか多いの手助けをしたかったわけですよね、うん、そうね。ただ手から E 満出てきて単用じゃありませんって言われるとやっぱ漫画の可能性出てきますからね。ありますね、確かに。ちょっと下手に協力しづらくなりますよね、はい。あれ、ドランコ、あれ、あれ、あれ、小さそう。両面割れるとこありますか。2ピン3ピンはなんとなく切れそう。ウーピン6ピンどっちも大丈夫です ね。ただ順目がないですからね。これも
瀬戸熊もあと2回、これは現実的には天敗すら難しい。いや渋川としてはこれ松ヶ瀬に敗定まで行ってますから、なんとかしたい。この辺大井さんどうですかと。いやノーチャンスですからね。あ、ノーチャンスですか。じゃあやっぱり大井に対しても警戒度上げてますね。そうね、はい、なんか単葉じゃなければやっぱり急走ジャン等のね、三色ドラさんとかありますからね、はい。いや松ヶ瀬あと2回、3万はまだ1枚残されています。あ、スーピンチーして多い、あ、まあ別にいいですよね、松ヶ瀬と多いが2人転。何だから瀬戸熊さんからすると背底ドラさんの上がりを狙いたかじゃないですか。これ瀬戸熊もう1回いつもありますよね、うん、でこれ松ヶ瀬背底ですよね。これ転廃したら急走切ってリーチあるかもしれないですよ。リーチ一発背底ピンフイーペーコードラドラ、これ急走急走短期しか当たんないです。3万あと1枚ある。瀬戸熊ここで転廃したりするかもしれない。急走短期だけですよこれ。やった、イースーピンはイーピンバニー2枚、スーピンバニー3枚、これリーチあるかもしれないですよ。リーチ一発ピンフ入ってイーペーコドラドラ、1万2000は1万4300、はい、ただチーソー切りリーチですからね、急走短期否定はできないですからね。シャンプーいった、通した、なんすかそれと、なんすかそれと。リーチなかったですね。トップはないからってことですかね。いや渋川さん直でトップってことじゃないですか。あ、なるほど、手詰まってればってことですけどね。これ急走ありますけどね。チュン、本当だね、急走ありましたね。チーされて瀬戸熊に入って回されるのも嫌だったのかな。ああ、そうかもしれない。あ、EP じゃない、打たないか、打つはやめます。ペーですね。いやこれ松ヶ瀬掴んで並ぶなかった。3万はイーピン入ってな、ピンフ入ってイーペーコードラドラ。藤田さん、これリーチなかったですか。いやー、なくはないですけどね、はい。ただ直撃も一応ゼロじゃないってのもあったんじゃないですか。あ、渋川からの直撃ですね、はい。いや最後は瀬戸熊気合のドラ切り、松ヶ瀬から8戦の直撃で2着浮上、そしてトップで逃げ切ったのは今シーズン桜ナイツに新加入の渋川ナンバー、セミファイナルシリーズ初登板、そして結婚発表して初の登板で見事トップを持ち帰りました。